2020年もね、終わりに差し掛かってきたということで、ちょっとね、今年の振り返り的な動画を出したいと思います。で、大体こういうのってこう、例えば Facebook だったりとか Twitter とかでね、まあ今年はこういう目標を立てて、まあこういうことができました、みたいな。で、まあ今年こんだけのことできたんで、来年も頑張りたいと思います、みたいなのをね、こう、リアルの、まあ、実名のアカウントで、投稿する人多いと思うんですけどね。まあ、僕はちょっと、まあ、そういうの、シャイであんまできないっていうか、まあ、ちょっとね、気まずい感じなんで、ちょっと YouTube 上でね、YouTube やったらね、僕知ってる人、ほぼいないと思うんで、そういうことをね、話できればと思います。今日はね、12月30日です。で、ベトナムはね、日本と違って、まあ、旧正月文化なんで、普通に、明日も仕事なんですけど、大晦日も。まあね、まあ、そんな中で、まあ、今年、何があったか、この動画で話したいと思います。で、まず、今年の2月、日本に帰ったんですよね。そっから、今までもう1回も帰れてないんで、まあ、もうすぐ、1年、日本に帰れない状態が、続いてるという感じになります。でね、やっぱり日本には帰りたいっていう気持ちはすごいあるんですけど、まあ、当然コロナがね、まあ、これだけちょっと広がっちゃってるのもあるし、まあ僕が例えば無理やり帰国したとして、もしコロナかかってたりしたらね、まあ、ちょっといろんな人に迷惑かかってしまうから、まあ、僕はそれはやりたくないので、まあ、ベトナムに残ろうかと。いう次第でございますと。で、今後、いつ帰るのか全く分かってない。見通しが立ってない状態ですね。なんで、まあどうかな。まあ万が一ね、こう、家族で、まあ誰か倒れたとか病気になったりした時は、もうちょっと帰るに帰れないから、まあどうしようかなっていう風に、まあそれがちょっと唯一の今の心配事って感じですね。まあそれとは別にしてね、まあ、2020年、僕個人としてどんな年だったかっていうと、まあ、ブログだったりとか、まあ、この YouTube とかを、まあ、始めた年なんですよね。で、ありがたいことにね、ブログも、本当にめっちゃまだまだ激しょぼの陰キャブログですけど、まあ、ちょっとずつ伸びてきていると。で、YouTube のチャンネルも、まあ、最近ちょっとね、伸びが、弱くなってきたんですけど、まあ、300人以上、ご登録いただいているということでね、本当に、ありがとうございました。ちょっとね、僕自身、まあ、今ベトナムのダナンってとこに住んでるんですけど、まあ、ぶっちゃけネタ切れ的な、感じが出てきてます。なんでね、まあ、どんな感じの動画をね、上げてったらいいのかなみたいなね、もう毎日考えてる。もう動画をね、こう、作らんといけんわってね、頭の中にずっとあるんですよ。頭の中にずっとあるけど、なかなかね、やっぱネタがないとね、こう、作ろう、机に向かおうっていうね、モチベーションが上がんないんですよね。で、めっちゃ言い訳させてもらいますと、で、今、雨季なんですよ、ダナンって。もう、だから、一日中雨降ってるみたいな。で、雨も降ってて、外ロケもまあ、ちょっと行くのだるいなってなって、で、まあちょっと全然動画、上げれてない、のはあります。まあ、それはね、ちょっと僕の、アイデア企画力不足っていうのがね、もうちょっと光ってしまったところがありますんで、僕の動画をね、ちょっと待って、いただいてる方、本当に申し訳ない。という、気持ちでいっぱいでございます。なんとかね、来年はね、ちょっといろんな新しいことに挑戦したいなと僕自身も思ってます。ベトナム語もやっぱ頑張りたいし、僕もね、ずっと多分これからもベトナムに住むことになると思います。なんでね、ぶっちゃけ3年ぐらい住んだんですけど、ベトナム語僕全然喋れないんですよ。もうほぼほぼ。喋ってる動画も出してるんですけど、あれもほんまにうまく編集して、喋れてる風に見せてるだけで、全く喋れない。だから、来年1年間はほんまにめちゃめちゃベトナム語を頑張って、なんとか日常会話喋れるようにしたい。まずそれが1個目ですね。で、2個目はやっぱり、もっとね、こう YouTube とかブログだったりとかっていうのをね、もっともっと、伸ばしていって、いろんな人に、僕の作ったもの、コンテンツをね、お届けできればと思ってます。そのためにはね、僕も頑張りますし、あとは、ぜひね、気軽にコメントの方、いただけると、本当に嬉しいです。コメントはね、やっぱ、
めちゃめちゃ嬉しい。もう一番嬉しいです。もう、いいねはね、誰が押したかがわかんないから、ありがとうって言える向き先がないんでね、コメントだとね、もう、直にね、ありがとうございますっていうのはね、ちょっとお伝えできる部分もありますので、はい。ぜひね、気軽にコメントいただけたら、僕はとても嬉しいです。喜びます。そうですね。あとは、まあ、近況報告としては、僕自身ちょっと個人的な話になるんですけど、腰痛がね、全然良くならないっていうことでね、今結構悩んでます。ここ3週間ぐらいずっとね、腰痛が治らなくて、多分ね、長時間こう椅子に座り続ける、やっぱエンジニアってこう座り仕事なんで、もう一日中ずっとやっぱこう椅子に座ってると、やっぱ腰だったりとか、あと僕ケツが、もうお尻がね、めっちゃ痛いんですよ。だから、ほんまに、いい腰痛法、ヨガやったりとか、なんか、こういう食べ物がいいよとか、ヨガとかね、あったら、教えてもらえるとほんまに嬉しいです。ちょっとね、僕はね、YouTube をね、結構隠しながらやってる部分があるので、やっぱね、こう知り合いの人とかにあんま相談できないんですよね。だから、数少ないね、僕の動画を見てくれてる方々に向けてね、もし、そういう情報ありましたら、教えてもらえるとほんまに嬉しいです。あとはね、まあ当然今コロナがあって簡単に渡航ができる状態ではないんですけど、将来、例えばベトナム移住を考えてる方とか、やっぱエンジニアなりたいっていう方向けてね、今後 IT 関連の動画もね、ぼちぼちと作っていこうかなと考えてますのでね、そこら辺もなんかね、リクエストとかあったら全然、もうめちゃめちゃお待ちしてます、リクエスト。なんでね、ちょっとべしゃりがね、僕はあんまり得意ではないものですから、お酒飲んでないと。まあお酒飲んでても、そんな得意ではないんですよ。なんですけれどもね、そういったところもね、期間に、コメントいただければと思います。ということでね、ちょっとお願いばかりの動画になってしまって恐縮なんですが、まあ今日の動画はね、こんな感じで、終わりにしたいと思います。またね、僕の動画がね、気になるとかね、僕自身のことが、気になるよって思った方はね、ぜひ、チャンネル登録と、高評価の方、よろしくお願いいたします。ということでね、今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。じゃあ、皆さん、良いお年を。明日もね、多分動画上げるかもしれない。大晦日なんでね、はい、上げたいと思います。じゃあ、そんな感じで、お疲れでした。毎度。